はい、今日はですね、まあ、ちょっとまだ目が腫れてるんですけど、眼瞼下垂の手術して2週間なので、鼻と顎のヒアルロン酸注射をします。で、5ヶ月前にヒアルロン酸を打ってて、でまだ残っていますが、まあ、もうちょっと足していきましょうと、まあ、だんだん欲が出てくるっていうのもあるので、もうちょっと鼻筋通して高くして、顎ももうちょっと出しましょうということです。じゃあまず鼻からいきます。じゃあ止めて、はい、ではまず鼻のヒアルロン酸からいきます。じゃあチクッとしますので、軽く目閉じておいてくださいね。チクッとします。0.3cc ぐらい入れました。じゃあね、これで一回起き上がって鏡を見てもらいましょう。よく 0.3cc ぐらい入れたんだけれど、まあ、直後はちょっとだけむくんでるんで、まあ、高くなった分の1割ぐらいは腫れによるものだと思ってる。なので、腫れが減るとほんのちょっとだけ低くなるんだけれど、まあ、ほぼ完成なんだけれど、どうですか？もうちょっとやりたかったら追加するけれど。やっぱ整形っぽくなりますよね。うん、そうだね。まあ今ぐらいいいかなと思うんだけれど、まあ、問題点としてはあんまりやりすぎるとね、高さが出た分横に広がって鼻が太くなるっていうことが起きやすいのね。で、うちのヒアルロン酸は、まあ、硬くて横に広がりにくいものは使ってるんだけど、あくまでヒアルロン酸って柔らかいジェルだから、それでもたくさん入れれば広がっちゃう、はい、あとまあ横から見て、まあ、眉間の高さよりこの鼻根部の方が本来はちょっと低い、低くないといけないんだけど、今大体ね、もうほとんど同じぐらいの高さになってる。よく芸能人とかでさ、ヒアルロン酸入れすぎて横から見るとウルトラマンみたいになってる人いるわけですよ。で、まあ何回も何回も打ってるとね、だんだん見慣れてきちゃって、不自然なものもね、不自然じゃなくなってくるから、麻痺して何回も打っちゃう人がいるんだけれど、まあ鼻はこれぐらいにしますか。はい、もともとそんなにおでことか眉間が出てる方じゃないから、無理して鼻ばっかり高くすると不自然になるので、はい、じゃあ鼻はこれでおしまいにしましょう。じゃあ止めて。